ネオンですか？ネオンです。シグリパンです。ネオンパンです。よろしくお願いします。というよりかは詳細はね、まだちょっと動画でね、はい、お話ししようかと思うんですけれども、はい、すっごくボックリー、かわいい、かわいい、かわいい、なんでこんなかわいい、ね、何歳なのってスリーダイあるからね、そこに見えないかもしれないけど、そうスリーダイがあるんですけど、はい、まあね、そういうことはさっき、はい、2020年でね、はい、みんな結構疲れた年なんじゃないかなとは思います。そうですね、はい、もうルイクイクしてるね。そう、8年間どうでした？いやー、まあ、本当に、もう本当に私は本来であれば2020年私は年女でございまして、ね、私たちそう年女の上に、まあ、すごいライブめちゃめちゃ行ってるんじゃなかったんですよ。私でもう本当にもうさ素晴らしいって優秀な美を飾ってお芝居行くっていうプランは立ててたんですけど、まあ何もなくしてお芝居行く年は取る、最悪ですよ最悪ですよ本当に。ネオンはですね、一つやりたい企画があって、じゃんけん負けた方が一人で現場に行くっていうところ。めちゃくちゃ鬼畜かもしれないですけど。鬼畜じゃん、そんなで、誰か一人でもいいから友達を作ってくるって。やべーやべー、ライド高い。そう、ライド高いんですけど、まあそれはちょっとね、電話は OK ということで、はい、そう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 、で、まあね、そういう企画もやろうと思ってたんですけども、まあコロちゃんのせいでできないことになり、はい、はい、ちょっと店員さんフラグが入ってしまいました、はい、失礼しました、はい、っていうね、あのなんていうんですかね、企画もらって考えたんですけど、はい、それもちょっとパリになってしまい、はい、はい、今年は推しに会えなかった1年だったんですけど、でもね、そんなことも含めて2020年許してあげるじゃないですか。うん、そうですね、まあね、しょうがない、うん、2021年が素晴らしい年であるように。そうですね、はい、2020年にも別にもうこうなんていうか悪気があったわけじゃないしね。まあね、そうだね、2020年の気持ちになったらね。そうそうそう。まあそれはそれ許してあげて、2021年がね、はい、ものすごくいい年になりますよね。ネオパンもね、日々動画を撮って、少しでもね、皆様が笑顔になったらいいなっていう気持ちで、はい、動画を撮っております。はい。はい。ちょうど2020年でついてるんですけど、背景に負けちゃって何だかわからない。はい、これ2020年の10なんですけど、そう。背景に負けてますね、これ。ごめんなさい、ここしかわかんない。来年もよろしくお願いします。バイバーイ。ネオパンでした。いや、私はチュッチュッチュッ。